日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。はい、というわけで本日はこちら、タリーズコーヒーの秋ドリンク3種類と洋梨のタルト、ミークエンドシトロンを食べたいと思います。どれも秋を感じる品物で美味しそうですね。パンプキンドリンクは先日スタバの飲みました。それとはまた違うのかな。それではというわけで、まずは洋梨のタルトからいただきます。続いてはウィークエンドシトロン。上のシュガーコーティングが意外と硬いな。シトロン、レモンはどうなってるんだろう。続いてはパンプキンドリンク。スタバはちょっとイマイチだったんだけど、タリーズの方はどうなのかなと思って飲んでみたんですけど、続いてはフルーツティー。さっぱりといただけそうですね。クリームがない分それもいいと思います。ラストはアップルラテ、クリームラテか。確かにリンゴの食感は感じられるのですが、これはどうなんだろうな。で、今回タリーズの秋商品をいろいろ堪能したわけですが、やっぱりケーキは美味しいですね。え、ケーキなのって突っ込まれそうですけど、はい。ドリンクの方はちょっと思っていた感じと違ったかなっていう部分があります。まあ美味しくはあったんですが、何かもうちょっと足りないなーっていうのが否めません。厳しいですか。最初に食べた洋梨のタルトは、洋梨のドロッとした食感、ジャムと食感がうまくマッチしていましたね。タルトタルトのサクッとした生地と共に味わうと、口の中で濃厚な香りが漂ってきました。そして2つ目のドリンクエンドシトロンは、シュガーコーティングが意外としっかりしていて、そこからレモンの酸味が効いてきて、意外とさっぱりだけど甘い感じが味わえるような週末のシフトの時ですね。食べ物は良かったんですけど、スタバのパンプキンマテと比べると、こちらのパンプキンマテはスパイスが入っていないので、かぼちゃの甘みは確かに感じるんですけど、それでもなんかまだかぼちゃが弱いなっていう気がしました。ちょっと残念でした。こちらではかぼちゃを感じたかった。フルーツティーは、こちらといえばフルーツの酸味がしっかり効いていて、ラテよりもこちらの方が良かったですね。やっぱり酸味感じたいですよ。その酸味で言うと、アップルラテもなんか、確かにリンゴの食感はあるんですけど、あんまり酸味がなくてクリームに隠れてしまっているような気がしました。なので、今回はケーキ2種とこちらのフルーツティーを代表として全て4点とさせていただきます。やっぱり飲み物でかぼちゃとかリンゴって難しいのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただければ、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、チャンネル登録よろしくお願いします。タリーズだけじゃちょっと物足りなかったんで、ドトールにも来てみました。現在2種類のお芋のモンブランあるんです。こっちが鹿児島県産の芋、こちらが沖縄県産紫芋、どれも美味しそうですね。クイとはまた違うんだろうな。下のパイ生地も気になります。それではまずこちらの安納芋のモンブランから、これ厳しい、これ結構下の方に中入ってるんですね。こんな風になってました。ではいただきます。ドトールのケーキって本当久しぶりに食べる気がしますね。おや、下の方にクリームがくっついていて、これは取るのに、だけですが、そのクリームもまた美味しいですね。生地はちょっと思っていたのと違いますね。でもそれもまた違った印象を持っていいかもしれません。もっと大きなサイズで食べたいな。なんか毎回言ってる気がするけど、紫芋あん、こちらもちょうどいい感じで、紫芋がちょっと中に練りがそうですけど、中に何か紫のクリームも入ってました。ではいただきます。栗とはまた違った美味しさがあっていいですね。さつ安納芋は甘いし、紫芋は安納芋よりもさらに優しいし、
さつまいもってこんなに優しいとは、いや前から思ってはいたんですけど改めて思いましたね。もっと大きなサイズで食べてみたくなりました。からそれぞれのお芋の粗さが決まってくるのはもちろんのこと、生地も意外としっかり噛み応えがあって、さらにそこの方になんかミルククリームみたいなのが入ってましたね。それがまた味の変化を出していて美味しかったです。豆乳モンブラン本当に好きですね。これはどちらも美味しかった方を続けたいので、どちらのモンブランも5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただき、動画を拡散していただけると嬉しいです。縁の終了。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。